皆さんこんにちは。シダの担当をする毛深義弘です。よろしくお願いします。本日はアコーディアゴルフ研究所にお邪魔させていただいております。こんにちは。データの分析をさせていただくプロゴルファーの小島啓太です。今回もですね、毛深プロのシダインプレッションと実際にここにありますトラックマン 4GC クワッド、この素晴らしい機械2つを使ってですね、データを分析してヘッドの性能を見ていきたいなというふうに思います。それではやりますか。今回もガチでいきますか。ぜひお願いします。お願いします。今日のクラブは何ですか。今日のクラブはですね、2024年新発売されるテーラーメイド QI10 MAX です。こちらになります。はい、こちらテーラーメイドもですね、最近だとね、ケブンに同様に毎回こう3機種出てくるかなというふうには思うんですけど、今回も同様に3機種出ます。はい、でまずこの名前、なかなか聞き慣れない名前というか、QI10 MAX、確かにどういうことかと、どう思いますこれ。まず印象、何の QI って、おそらく Q がないんで、I がないんで、10が何かってね。そうですね、はい、じゃあ Q 何ですか。全然わからない。クエストだって。クエストで、I、I はイナーシャ、イナーシャル。わかる。イナーシャ、ちょっとごめんなさい、完成モーメント。あで、10は10K、いわゆる1万。あ、はいはい、あ、完成モーメントが1万を超える。あ、なかなか聞かない数字。聞かないよね、なので、実際に僕もこれ聞いた時に楽しみだなと思ってるし、どのぐらい完成モーメントの、良さというか、巷では完成モーメント高いイコール振りにくさが出るみたいなことが、昔はちょっと言ってたんだけど、その辺もどう絡むのか、そして本当に完成モーメントが高さが証明されるのか、この辺りは見ていきたいかなというふうには思います。でまず紹介として、いつもながらに今日もですね、使うボールは、当然一番新しいプロ V1 を使ってですね、実際にこのオンフィールド、外のフィールドでですね、トラックマンと GC クワッドを使って、ガチで測っていこうというところ、今回もガチでね、でいきましょう。ますで、まず、ちょっとティーアップしてもらって、見た目どうかなっていうところだよね。見た目ね、こうテーラーメイドってやっぱり顔がやっぱりね、いいイメージは僕なんかはすごくあるんだけど、見た目どう。クラウン部分が全部カーボンになった、このなんていうの、つなぎ目っていうのかな、なくてカーボンになってるから、僕は構いやすい。今ね、説明しようと思ったところを説明してくれた。本当にすごい。実際にね、カーボンクラウンを、僕はちょっと読んでますけどね、フェースギリギリまでカーボン量を増やした。ここねじゃあカーボンを増やすとどうなるのかっていうと、やっぱ余剰重量が出るんで、その余剰重量をこう散らすことで、やっぱ完成モーメントを高めてくるのかなっていうやり方かなというふうに思うのと、あとだからその部分で後方にね、極端に重いウェイト 30g っていうのを置くことができる。もう一個ちょっと気づかないかな、見た目というか大きさというイメージでどう。こう普通に構えてみてもらって、薄くなったとか大きさなんだよね。逆に今のいいコメントだと思ってて、実はヘッドをこう8ミリ後方に長くしたの。でもケブニーがそれを言わなかったってことは印象に残らないぐらい、つまり違和感がない状態で長くした。そうすることでおそらく完成モーメント1万っていうのを達成できたの。こうじゃなくて、ね、すっきりした顔の中で、よく言う話だけど、僕らプロゴルファーってこう見た目がダメだともうダメじゃないですか。人によってはもう打たないよっていう人もいるぐらい、この印象としてはじゃあ構えやすい感じはある。いや構えやすいよ。これ今見てもらってるのは 10.5、10.5 だね。10.5、
そのロフト感とヘッドのシェイプというか、うん、そのあたりは、いや全く違和感ない。違和感ない、うん、そうだね。実際に打ってみようかなっていう感じはある。もちろんもちろん、うんうん、じゃあいつも通りガチにですね、まあ、スピードはあえて落とさず、うん、通常のスピード帯で実際にピンですね、うん、グリーン立ってるピンに対して実際に打っていきましょう。了解です、はい、普通に、はい、シャフトは純正でね、うん、はい、リアマナが入ってるのかな、リアマナのピン、そうね、お願いします。行きましょう。ちょっと捕まった感じで、うん、まあ、ヘッドスピードとしてトラックマンで 46.8、うんうん、DC クワッドで 48で、距離としてはキャリーで251、トータル273、うんうん、打った感想としてはどうかな。柔らかい。柔らかい、うん、他には、他は何だろう、結構自分の感触よりもすごい先に当たった感触なんだけど、まあまあ許容範囲の曲がりかなと思う、うんうんうん、おっしゃる通りで、うん、今実際に17ミリ遠寄りにずれてる、うんうん、まあ、その遠寄りにずれるの後からやろうかなと思ったんだけどまあ最初に来たんだけど、まあ17ミリずれて、まあただ実際にフェース自体もちょっと左に向いてる状態なの で、うん、で曲がり幅が20ヤード、まあ、21ヤードと、うん、いうことであれば、まあ、十分その先ほど言った完成モーメントの高さっていうのは出てくるのかな。いわゆる先に当たるとこのまあフェースってこうヘッド自体はこうずれて動いてっていう感触はあると思うんですけど、それ自体がやっぱブレの少なさっていうのを感じる。まあ実際に17ミリ等っていうのはまあまあ先だから、本来だとこうなんかいわゆる先に当たってヘッドがバッて動いちゃったらこうなると思うんですけど、まあ、それが少なく感じるっていうのはすごくいいかな、うんうん、もう一球いってみる、はい、まあ、あえて先じゃなくて真ん中でいってみようか。オッケー、先に打とうとはしないんだけどね。 OKOK、はい、うん、いいショット、うん、今のでトラックマンのヘッドスピードで 47、ボール初速が 67.7、うんうん、そうね、ちょっとスピンが入った感じはある、うん、ちょっと上がった、まあ、ほとんど真ん中の若干上に当たってはいる、うん、で感触としてはどう、さっき先に当たって、うん、今真ん中のこうちょい上だけど、うん、やっぱ感触いい、いい、良くなってる、柔らかい感じ、柔らかい感じ、柔らかい感じ、うん、なるほど、まあ、方向としても今のは結局8ヤードターゲットの左に到達したという感じ、うん、まあ、スピン量としては3382、うんうん、まあ、普通に入ってはいるんだけれども、うん、まあ、そんなに老けても見えないし、うん、悪くないかなとは思う、うん、です、もう一回いきましょう。出玉が振った感じのその、まあ、シャフトとヘッドのバランスとしてはどう、やっぱりシャフトの柔らかさは感じる、まあ感じる、感じる、うん、どんな感じ、ちょっと先が自然に動いてくる感じなのか、うん、走ってくれる感じ、うんうん、ボーンと、嫌な走り感ではない、嫌じゃない、嫌じゃない、速くないし、うんうん、 OK です、もう一回同じスピードで行きましょう。いいドロー、いいドロー、まあ、ヘッドスピードでトラックマンで 46.7、 ボールスピードが68、うん、でそうね、やっぱスピンはちょっと入りはするね、入るね、まあ、15度の打ち出し角の3238、うん、そこら辺の数値は悪くないの、まあ、悪くない悪くない、うん、まあ、このスピード帯で打つには、うん、やはりシャフト自体はちょっとしなってスピンは増えるかなとは思う、うんうんうん、やっぱスピンの考え方も大事で、うん、入ったらもう悪いもんだみたいな感じで今言われるけれども、うん、まあ、実際に PGA ツアーの選手を見たりすると、うん、スピン量ってある程度入ってた方が、うん、まあ、コントロールしやすさってあるじゃない、いや、そう思う、なので入ってると曲がんない気する、そうなんだよね、うん、
まあ、サッカーの無回転シュートじゃないけど、やっぱりスピンがないとなかなかコントロールしにくいとは思うんで、うん、OK です。でも実際に今、うん、ケブ兄からコメントはなかったんだけど、うん、今もう13ミリ等なのね。ああそう。そう、案外先だって感じなかったのかな。いや感じない。13ミリはまあまあ等だから、うん、まあ、逆にそれは素晴らしさかなと、うん、クラブね。実際に球自体も曲がってないし、うん、まあ、クラブパスって振ってる方向が 0.5 インサイドアウトで、うん、フェースの向きが 1.1 開いてる状態、うん、ってなった時にフェース2パスは揃ってるのよ、うん、ただ先にずれた分の、うん、まあ、先にずれると、うん、やっぱり打ち出しが右になって、はいはい、そこからギア効果で左にギューッと曲がってくるんだけど、うんうん、そういう印象もあんまりないというか、うん、まあ、実際にいわゆるこのなんていうかな、スピンアクシスという傾いてるのもマイナス 5.8 度、うん、なので、まあ、5度ぐらいしか傾いてない、うん、で5度傾くと100ヤード飛ぶたびに 3.5 ヤード曲がる、うん、ああはいはい、計算できましたね。ちょっと全然できない、難しい、ね、まあまあいいまあ 5度曲が5度傾いてるから100ヤード先で 3.5 ヤード、うん、だから例えば300ヤード先だと10ヤード、うんうん、でも13ミリも先にずれてて、うん、そのぐらいしか傾いてない。あ、そう、ね、これがいわゆる慣性モメントの高さの証明かなと思うので、まあ、非常に、まあ、これからやろうと思ったことだけど、ありかなというふうに、うん、で逆にこう塔に外れた部分は証明できたかなと思うので、うんうん、まあ、今度逆にヒールにずれたらどうなるか。あ、そう、ね、お、ちょっと見てみよう。ヒールで、ヒールで、ヒール10ミリぐらいガチすぎねヒール、うん、今のでヘッドスピードがトラックマンで 46.8、 ボール初速が 66.6で、実際に今ので13ミリヒールいいですね。まあまあいいね。で実際に、まあ、フェースの向きもクラブパスも、うん、まあ、ちょっと左目には振ってる、うん、まあ、6度7度、左にはカット入ってるんで、うん、その状態でヒールに当たって、うん、まあ、サイドが22ヤード、うんうん、っていうとやはりこれも先ほどと同様にやっぱ慣性モメントの大きさは感じる、うんうんうん、まあ、曲がらないというか、うん、ブレない感じがする、うんうん、ヒールに当たった感触はどうかな。逆にまあまあ多少は感じるけど、うん、あ、やっちゃったっていう時のあの感触ではない、うん、あのなんか何とも言えないねあーっていう、あのヒールだよねっていう感じにはならないね。あのがっくり感じゃないよね。なるほど、うん、まあ、ただ一個見逃せない数字としては、まあ、スピン量自体やっぱり入るね、うんうんうん、まあ、若干下の、うん、5ミリ下の13ミリヒールだから、うん、まあ、若干こうやっぱそこもスピンが入るところで、まあ、トラックマンの数字だと4000超えてくる。あ、まあ、そうするとボール初速が66メーター毎秒出ててもトータルで言うと246、うんうん、まあ、逆に言うと、まあ、ちょっと左からのアゲンストなんで、うん、その風もこう込みの実際に読んでる数字としてはまあでも悪くないのかなと、うんうんうん、まあ、実際に曲がってないっていうのが一番の売りかなというふうに思う、うんうん、もう一回、もう一回ヒールで、もう一回ヒールで、うん、クラブスピードがトラックマン 46.7、 ボールスピード 66.7で 14.7 の打ち出し角のやっぱりスピン量は4000超えてくる。で実際に今ので5ミリヒール、5ミリ、うん、まあ実際に真ん中の5ミリヒールなんで、まあ、やっぱここはスピン量は増えるなっていうところはある。ただやっぱりやっぱこのクラブの素晴らしいのはサイド曲がり幅がやっぱ 1.7 ヤードしか曲がらない。それでかいね。まあそうですね、ここまで、うん、そうですね、やっぱ曲がりには強いのかなというところは証明できるかなと、うん、まあ、あとは実際にヘッドスピード落としてもらって、うん、まあ、実際のアマチュアの人がよく、振ってくレンジ、うん、まあ、クラブスピードでいうと40メートルとか、まあ、42メートルとか、うん、まあ、40メートルちょいぐらいでちょっと打ってもらって、はい、これ真ん中で行きたいかなと。了解です。ごめんね、真ん中って言ったり詐欺って言ったり
クラブの性能みたいから、ね、クラブのね、うん、俺のじゃないのね、クラブね、はい、真ん中40、真ん中40、はい、今やっちゃったな。もう一回行く？もう一回行く。まあ、今ので一応スピードは 41.3。うん。で、うん、いきます。はい、うん、なので 41.5。うん。まあ、41.5 で初速がボール初速が 60.6。うんうん。で今のちょっと捕まってる弾道でもあるんで。うん、14.5 度の打ち出し角の2479、うんうん、まあ、球の高さとしても落下角度が 34.6、いいね、うん、まあ、ちょうどいいような高さでは飛んでるかな、うん、ね、印象としてはどうですか、クラブ自体はやっぱり捕まる感じはちょっとある。あ、ちょっとある、うん、捕まる。シャフトもあるのかね、うん、シャフトも大きいとは思う、うん、これ打点のズレはどう今感じる、うん、あんまり感じてない、今感じてない、うん、実は16ミリトーナー、ね、16ミリ等はまあまあ等だから、等ヒッターだね、じゃね、基本はね、まあ、逆に言うとそこで先に当たって、先ほども言ったんだけど、うん、ポンとこうヘッドが動いちゃうのを感じないっていう良さは、うん、まあ、最大の売りなのかな、うんうん、の完成モメントの高さが出るかなというふうには思う、うん、ちょっとそのスピードでヒール行ってみる、はい、そうだ、ヒールだね、球がヒールだね、ヒールだね、これまあまあヒールじゃないこれ、まあまあヒールだった、うんうんうん、クラブスピードは 42.2、 ボールの初速はちょうど60、うん、で15ミリヒール、あー、まあ、実際に飛んでる弾道としてもヒールだし、うん、まあ、いわゆるヒールのまた下側に当たってるので、うんうん、まあ、スピンは4000は超えてくる、うんうんうん、だけどやはり曲がり幅としては 4.8 なので、あ、まあ、ほとんど曲がってはいない、そうだね、そうだね、っていうとやっぱこのクラブの強さって、まあ、オフセンターヒットした時とか、うん、やっぱ完成モーメントの高さっていうのはやはり一番の売りなのかなと、うん、あ、そっか、まあ、実際に実感もするのかなっていうふうに思ってて、うん、なんか甘えてね、曲がんないクラブだと思ったら、うん、触れてくるしね、それはあるんだよ ね、安心感からくる、そう、実はこうクラブが曲がんないなってなった時に、うん、今おっしゃってもらったようにクラブのスピードが自然に上がってくる、あ、そうだよね、やっぱ安心感で触れてくる、うん、あ、こいつだったら曲がんないなっていうのは、うん、すごく道具選びとしては重要かな、重要だよね、というふうに思う、うん、全体の印象としてはどう、いや、打感柔らかくて、うんうん、このカーボン、カーボンが前面になったから構えやすい、このカーボンの前面になったら違和感はない、違和感全くない、ないんだ、うん、そう、それはいいね、うん、逆にどんな人におすすめっていうと、やっぱ曲げたくないになるのかな、まあ、それあるかもしれないな、うん、それこそ完成モーメントがね1万超えるっていうんだったら、うん、分かんないって思ったら今度触れるってなってくるし、うんうんうん、やっぱ飛ばしたいけど曲がっちゃうんだよっていう人にはいいかもね、うんうん、曲がんないよと、完成モーメントが高いといわゆる振りにくいみたいな、昔よく言われたみたいな感じもあんまり感じない、うん、あ、そういう感じない、感じない、うん、だとしたらクラブとしてはかなり、いや、高いよ ね、完成度高い、完成度としては高いっていうことね、うん、あれだね、今後の展開としてはこれを逆に自分のシャフトで打ってみたいみたいなことも、うん、もちろんもちろん思ってくるよね、うんうん、そしたらどう、ヘッドスピード帯としてはやっぱり40メーター、うん、から前後ぐらい、うんうん、まあ、いわゆる一番多い層かな、うん、にシャフトとしてもはまりそうかな、あると思う、感じ、うん、捕まりやすいし、うんうんうん、そう、分かりました、うん、特に9アイテンマックス今日打ってもらったんですけど、どうでしたこれ、やっぱりその点の点形の完成モーメントが高いので曲がりづらい、曲がらなければ振りやすくなるっていう、こう本当にオーソドックスでやっぱ万人に受けるクラブかなと思うんで、僕は好きですね。じゃあおすすめとしてはやはりドライバー曲げたくなくて、うん、まっすぐ飛ばせて、うん、でも多少芯外してもしっかり気持ちよく振ってま、うん、っすぐ飛んでくれると、気持ちよく振りたい人がいいかもしれない、いいです、曲がらないからいいよと、いいです、
触れるよっていう流れかな。そこがつながってくるかなと思うんで、うんまあ、かなり多くの方にあのおすすめできるクラブかなというふうに思いますね。だね。ぜひ試してみてください。よろしくお願いします。